プロスペクトミイラ駅はモスクワ地下鉄5号線環状線の駅。プロスペクトミイラとは平和大通りの位。駅は佐藤や環状道路の北ミイラ大通り沿いに位置している。近くにはモスクワ大学植物園のほかオリンピックスタジアムがある。環状線は1950年から一部区間がすでに開通していたが、 プロスペクトミイラ駅は1952年1月30日の延伸により開業した。この時環状線はクールスカヤ駅からベラルースカヤ駅まで延伸されている。なお、その後環状線は1954年3月14日に全線開通し、環状線として完成した。もともとはボタニーチェスキーサート駅という駅名であった。これは近くに モスクワ大学植物園があることに由来する。1958年、カルーシュスコリーシュスカヤ線の開業に伴い、ボタニーチェスキーサート駅にも乗り換え駅ができた。しかし、この駅名では、モスクワ大学植物園よりもより大きな、モスクワ中央植物園を連想しがちで紛らわしく、そのため1966年に、プロスペクトミイラ駅に改称された。 その後1978年にモスクワ中央植物園の近くにボタニチェスキーサート駅ができている。もともとはボタニーチェスキーサート駅という駅名であったため、駅の装飾も全体的に植物園にちなんだものとなっている。駅の支柱は白い大理石によるもので花を模した当時のフリーズが施されている。その真ん中には丸い。 大きなレリーフが飾られており、ソビエト連邦の農業開発がそれぞれ描かれている。駅内部の壁は、ウラルさんの赤い大理石で、床は灰色と黒の三陰石でできている。天井には円筒型のシャンデリアが吊るされている。ありがとうございます。